アルメニア国民スカウティング連盟はアルメニア最大の全国的スカウティング組織。1997年に世界スカウト機構に加盟した。ハスクは両性によって組織され、2011年、現在の加盟員数は2303人。エレバンの連盟本部アルメニアにおけるスカウティングは1912年に、創始され、1915年から1916年に、 かけての虐殺及びロシア内戦から逃げ延びた難民の間で発展した。1921年にはソビートロシア当局はアルメニアでのスカウティングを禁止した。このような経緯からアルメニアではスカウティングは亡命から始まったとも言われる。中東及びフランスに逃れたアルメニア人たちによってスカウティングが続けられた。 ハイ・アリが1928年から1997年にかけて世界スカウト機構の加盟員であった。この組織は亡命スカウトのためのものであり、フランスに本部を持ち分け1100人の加盟員を要した。1978年、世界のスカウト運動への貢献を称えて、高官メドザドゥリアン博士に、世界スカウト事務局より、世界スカウト機構唯一の栄典である、 ブロンズウルフ賞が贈られた。アルメニア国民スカウティング連盟は1994年に設立された。2004年、ハスクの加盟員は男女合わせて2368人を超えた。ハスクが世界スカート機構に加入するためにフランスに基盤を置くアルメニア人スカウト団体は世界スカート機構から退き、1997年4月18日に ハスクの世界スカウト機構加盟が認められた。これによって、世界スカウト機構の加盟連盟数は144となった。このアルメニアスカウティングの新しい連盟はオランダで、模様された第18回世界スカウトジャンボリーに代表を派遣した。スカウトのモットーはアルメニア語で、備えよ常にの意味であるミッシュとバドラストである。アルメニア語単語でスカウトを意味するわらテン文字では、 スコットと綴られる。スカウト賞には国旗に用いられる色と、あららと山、国賞の一部が取り入れられている。ありがとうございます。